はい、皆さんおはようございます。視聴です。今日は11月の11日、えー、木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね。マーケット非常にまあ、難しい1日だったのではないかなと思ってます。セクターによってかなり動きも違いましたし。しまあ、あとは金利がかなり高騰していることもあって、まあ、結構ここ最近、本当に金利の上下が激しいんですね。なので、まあちょっと混乱するような今動きではあるかなと思ってます。1日1日結構その。 動く材料だったりとか動くストーリーみたいなものが違うことでじゃあどっちの方向で金利が上がってい方向でポジションを取った方がいいのか金利が上がったらこのマーケットはどうなるのかうわーみたいな感じでちょっと判断がしづらいような、えー、今まさに状況ではあるんではないかなと思っております。えー、まずはですねちょっと一旦、あのー、このの なんて言うんですかね。あの、ヒートマップ見ていてもわかる、あの、わかる通り、まあ、かなりセクターによって、まあ、全体的に動きが違うかなっていうのは、感じ雰囲気掴んでいただけるかなと思うので、まあ、そのあたりを一旦ちょっと見ていきながらも、えー、少し少し、もう少し紐を解いていけたらなと思っております。 はい。まずはですね、指数見ていきたいと思うんですが、ダ、え、ウ、ー、がですね、マイナスの0.66%、S&P がマイナスの0.82%、ナスダックがマイナスの1.66%、ラッセル2000がマイナスの1.62%といった推移となっていました。で、米国の10年債の金利なんですけれども、1.56というところで約12ベースポイント上昇して、 非常に急激な動きだったかと思っています。こちらのちょうどちょっと詳しく見ていきたいと思います。で、アメリカのまあドルと円のレートなんですけれども、昨日は1円上昇していて、113.88というところで、マーケット昨日大きく結構下落した銘柄もありますけれども、このあたりに助けられた人というのも多くはいたんではないかなと思っています。あとはですね、原油の価格なんですけれども、昨日は引き続き下落をしていて、 まあ引き続きというかまあ下落していて、えー、昨日は82.29というところでまあ約3.4%ほど下落をしていました。で、えー、結構ですね今マーケットではいくつかのシナリオがやっぱり描かれていて、えー、ちょっと判断が難しいと思うんですが昨日やはり一番大きな ニニュューーススっっっってて何だだたたかかとというと米国のです、ね、CP の CPI 思っていま,すまあこれはちょっと後ほど触れていきたいと思うんですが、まあ、かなりマーケットとして今経済って拡大していけるのかどうなのかみたいなところに少し焦点が移ってきそうな感じがあるのかなと思っております。 米国のです、ね、10年債の金利先ほど見ましたが2年債の金利がバツンと大きく上がってるんですよねでこれが昨年の同月比で CPI がですね約6.2%ほど上昇していますで6.2%っていうのは1990年の12月に6.1%の上昇っていうのはあったんですけれどもまあ歴史的に見てもかなり高いインフレので水準になっていますでこれは えー、これぐらいのやっぱりインフレのあのが上がってくるタイミングっていうのは結構ですね景気後退になることが多くてマーケットはちょっと今それを、えー、まあ怖がってるというよりも少し頭によぎってるというような感じになってきてるかと思いますしやはりこれだけ、えー、インフレが進んでくると本当にこれって一過性で終わるの終わんなかったら大変なことになるんじゃないっていうような。 今、見方に、えー、まあ、変わってきてるっていうわけじゃないんですけども、そういうシナリオも、やはり、日に日に頭に焼き付いてきてるんではないかなと思っています。この辺りをちょっと後ほど、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事なんかを見ながら、少しお話をしたいんですが、そういったところもあって、原油の価格というのが、やっぱり大きく下がってきております。で、この辺りは、 もちろん90ドル、100ドルみたいなものはちょっと頭に入っていながらも、このあたりの経済の今後の方向性っていうところが、まあ、そんなに拡大余地ないよねとか、まあ、成長性が少し難しいよねみたいになってくると、やはり非常に厳しい数値になってくると思うので、しかもかつこれ天然ガスの価格なんですが、今大きく下がってきてしまっていると。で、このあたりの調整がさらに大きく進むことによって、経済がやはり軒並み 交代まではいかないまでも成長性のかなりの大きな鈍化っていうところにつながってくるというか、まあ、そういったところが織り込まれてこの辺りの価格下がってきていると思うので、まあ、一つのインジケーターとして見ていきたいと思いますはいでここからですねニュースちょっと見ていきたいと思うんですがえ昨日一番の注目は ACPI だったんですけれども、まあ、それともう一つ個別銘柄で大きく注目されている銘柄がありましてでそれがですね リ,リアンといいう銘柄になっていますこれは先日ですね、アマゾンが持っている、アマゾンが20%ほど株を持っているというところで大きく注目をされていた銘柄なんですけれども、IPO をしましたと。で、IPO っていうのは値決めをするわけなんですけれども、そのときに、まあ、いろんな投資家に何ドルだったら買いたいですかっていうような質問をするんですよね。でそれを大体74ドル が上限で72ドルが加減みたいな感じで聞いていたんですが最終的に値決めがされた価格はですね78ドルだったと。で、これはやっぱりかなり非常になんて言うんですかあの需要が高かったっていうところが反映されての価格だと思うんですがそれがですね106.75ドルというところでオープンをして最終的には100ドルを若干下回るぐらいで確かえっと 何て言うんですか、クローズしたと思うんですが、ものすごく非常に好調であったと。で、これがもうすでにフォードと GM の時価総額を抜いているものになっているそうですでこれはやはり本当にタイミングがこれ良くて、多分狙ってやってると思うんですけど、今、COP26 がですね、行われていて、こういったところでの非常に活発な気候変動への議論が、やはりこういうところへの銘柄の、 期待になながっってているんじゃないかなと思ってますこの辺りがですね今日テスラも非常に好調だったんですがそういったところが背景にあるんじゃないかと思いますしまだまだですねこの辺りのトピックに関しては継続的に COP26 が終わった後も注目されていくトピックだと思うので非常にこの EV 関連の銘柄に関しては 好調なパフォーマンス今後も継続していくんではないかなと思っております。で、やっぱりリビアに関してはまだまだ株じゃなくて車ですね、の売却販売台数っていうのはもちろん低いので、本当にどういうふうな成長を遂げていけるのかっていうのは注目して見ていきたいかなと思っております。まあ、結構車もかっこいいんですよね。でもすでに走ってたりとかっていうのもニュースで出たりとかもしてるので、まあ、僕もちょっとどうしようかなみたいに思ってましたが、 寝てる間にバツんと上がっていたということですしまだまだちょっと日本でなかなか買いづらいので、えー、少し引き続き見ていきたいと思います、はい、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事見ていきたいんですが、えーっとですね、ちょっとこちらインフレのさっき言っていた記事見ていきたいと思います,、はいえーっとですね、チャートがあさっきのところにしかないのかな はい、すみません。失礼しました。ちょっと拡大して見ていきたいと思うんですが、これがですね、過去のインフレの推移のチャートになっております。で、現在6.2%というところが10月の数値だったんですが、ここ、過去最高、まあ、30年ぐらいの20年間の間で最高だったのが6.2%。1990年9月ですね。すみません。同じような推移でした。で、ここを見ていただけるとわかる通り、ちょっとグレーがかっている線がいくつかあるんですけれども、これが、 まあリセッションがが経済がマイナス成長を見せた時なのですよ、ね、らやっぱりインフレがどん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 上がってくることによってかなり経済に負担が負荷がかかるというのはこういったところを見てもわかるかなと思いますし今まさにそれぐらい負荷がかかっているような状況となっているとでその一方で一つやっぱり考えておきたいのは特にこの直近に関しては僕も マーケットに入り始めたタイミングでよく覚えてるんですけども非常に経済好調でしたとでそういった中からのインフレが起こってマーケットがまあリーマンショックとかっていうのをまあ皮切りに、まあ、そのリーマンショックは結果的にその経済がまあ悪くなったかとか結果的になったということなので、まあ、その辺りに後に大きく FOMC で議論がされてアメリカの中央銀行として大きく金融的な 緩和だっっったたり介入を大きく行てて経済回復していったいったとううような背景があります。で今に関してはまさにあのこれとは全く真逆といっては何なんですけれども金融緩和を今世界的に行っていてアメリカの中央銀行もまさに行っているんですが逆にそこへの資金の供給というところがインフレを、えーまあ、呼び起こしてしまう一つの要因だったプラス コロナっていうのがありましたよね。なので、結構今後緩和策をやめていこうっていうようなタイミングでインフレが上がってきてしまっていると。で、これも緩和策をもっともっと引き締めていかない限り、このインフレが収まらないんじゃないかとかっていうふうな方向であれば、まあいいっちゃいいんですけども、まあ今そういった資金が余ってるっていうところの問題に加えて、コロナでなかなかまあ働きたい、もしくは働ける人が 足りていなかったりとかっていうこともあって、まあ、供給がですねなかなかできないんですね。物を作ったり、えー、提供したり運んだりっていうのができない。でそうなってくる中で、えー、どういうふうな対処をしていいかっていうのが、まあ、非常に、ね、難しい。今舵取りとして、えー、政治の面からもそうですが非常に難しくてこれをどういうふうに解消していけばいいのかっていう糸口が全く見えないというような状況でもあるので、まあ、このあたりは、えー、他のタイミングでの。 まあリセッションにもしこれなったらなんですがまあ難しいというかまた緩和に戻るのかで本当にそれだけであの解決するのかというと、まあ、そうじゃないと思うんですよねやっぱり今その供給というものが物の,の供給がええー、以前のように、えー、潤沢になってこない限りこのインフレっていうのは収まらないので,でかつ今やっぱりコロナの状況もあるのでそれが難しいどういうふうに本当にしていけばいいのかまあそれの答えがない中、えー、な,なので 少しかなり迷走していきそうな感じはありますがこのインフレの数値がバン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 さらに伸びてくるようであればかなりマーケットの警戒感は高まるでしょうしこれが1ヶ月2ヶ月だったらいいと思うんですけども3ヶ月4ヶ月来年の前半ずっと続くみたいな感じになるともうさすがにちょっとあのマーケットとしてはマイナス成長とかっていうのも考えるような局面にもしかすると。 来てているかかもししれななので少し警戒が必要かなと思っておりますはい。あとはですね、こちらの方にもあります通り、リビアンの先ほどのニュース、注目されてますが、まあ、2014年以来の最大の IPO というところが、一つのキーのポイントとなっておりました。はい、あとは、あの詳細は見ていきませんが、株式上としては落ちてますね。ボンド・イールドっていうのは、債券の利回りなんですが、まあ、非常に CPI のデータをもとに大きく上がって、マーケットは厳しい状況ですねというのがこちらにも記事としてはなっております。はい、あとは、ですね昨日のニュースとして、マーケットへの直接的なインパクトがどれぐらいあったかというと、まあ、これはちょっと難しい判断ではあるんですが、まあ、アメリカと中国が、まあ、突然なんですけれども、気候変動の対策に対して協力強化、協力強化というところをしていくことで合意をしました。でこれ非常に 驚きのニュースだったかと思うんですけれども結構最近バチバチやり合ってたと思うんですねでそんな中の発表だったので驚いたんですけれどもメタンの削減だったりとか森林保護石炭の段階的廃止を含む気候変動の対策をめぐる強化,強化に向けた枠組みをめぐり合意したというところが発表していましたでこう見ると非常に多いニュースだなというところはあるんですが実際問題その中身っていうのを見てみると まあこのメタンの削減とかに関しても2030年っていうところをめどにやりたかったんですよねアメリカとしては。でこれはやっぱり世界的な目標でもあるのでそこに中国も入ってほしかった。ただし中国としては、まあ、そこのピークがですね2030年ぐらいにまあ来そうだっていうこともあったりとかもともと中国に関しては2060年ネットゼロカーボンニュートラルっていうところを今後目指していきましょうということでもあるので やっぱりちょっと他の国と時間軸が同じっていうのはかなり厳しいっていうのがあるもうすでに今の目標2035年にメタンガスの削減目標他の国と同じっていうことだったと思うんですがもうすでにチャレンジングなんですよ理解してくださいっていうのが大きくあるんですよねなのでまあこの辺りあたりなかなか足並みがそろわないっていうのは当然で各国目標がそれぞれ状況も違う中違いますと。 なので、インドとかも同じような2060年か70年かちょっと忘れましたけど、他の国より遅いんですよね、取り組みが。取り組みというか、その目標達成が。なので、このあたりが足並みに揃わないのは、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、今、力を合わせてやっていこうというようなま方向感で、今、調整が行われているというのは、一つ大きなえサインかなと思っています。で、こういったところを踏まえて見てみると、このテスラがですね、4.3%上昇していたりとか、EV 関係の 銘柄っていうのは今後注目されていくっていうのはリビアンの IP を見ても分かるかなと思うので、まあ、この辺りの銘柄特にテスラはここの前12%ぐらいですかね下がっていましたけれどもやっぱこういったニュースとかっていうのを見てみるとまだまだしっかりと推移をしていきそうな銘柄なんではないかなと個人的には思っていますしまあ期待をしながら継続して動かずに保有をしていきたいと思っております。 はい。あとはブルームバーグの方で見ていきたいんですけれども、こちら一面にもある通りですね、サプライズ、US-China クライメードディール、ブレイクスルー、スーパーパワー、スタンドオフというふうにありましたけれども、まあ、今回の合意に関しては非常に驚きでしたよねというのが一面のニュースとして出ていました。あとはですね、一つちょっと面白いなと思ったニュースがありまして、ベゾスですね、あのベゾスって呼,呼び捨てにしてますけれども、アマゾンの今会長をやってます ジェフ・ベゾスさんが資金を提供している、えっとですね、これ確かメキシコだったかと思うんですけれども、メキシコの不動産をアプリとかでまあ売り買いできる、えーまあ、ですかサービスなんですけれども、ここがビットコインをペイメントとして受け入れますよということをまあ発表していました。でこれはですねあのなんかそのベゾスと ベゾスというかそのベゾスさんと絡めていると、あ、アマゾン、ビットコイン行くのかみたいな感じの話になりがちというか、なるかもしれませんが、そういったところというよりも、あのまあ、単純にこの若いスタートアップが不動産をビットコインに変えるようにということかと思います。で、実際にですね、8万件の今、案件をこの会社っていうのは今取り扱っていて、そういったところへの 支払いをですねビットコインで可能にするということではあるんですが、まあ、これはもう一種のやっぱりトレンドであるというので、まあ、今後もこういった流れは続いていくんじゃないかなと思いますし、まあ、やはりこういったところにどん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 あの大手のフィンテックの会社とかっていうのも今後絡んでいくと思いますので、まあ、こういったビットコインを支払いたいかとして払うっていう流れは変わっていかないんではないかなと思っています。まあ、本当ににこういったニュース非常に 多いんですけれども、こういったベゾスさんがバックアップ、サポートしているような会社が、こういった取り組みをしていくことによって、さらにより注目を集める可能性っていうのを高まってくるので、非常にいい、えー、仮想通貨に投資している人としてはニュースかなと思っています。はいまあ、昨日はですね、ビットコイン、えー、非常にま好調な一日だったんですが、 まあ6万9 0ドルというところまで CPI の発表があって、えー、上げて、まあ、その後今ちょっと調整をしてきているような段階ですね。結構大きく下げてますね。さっきあの僕ですね、ビットコインが急騰みたいな動画を上げて、えー、上げようかなっていうか、もう上がりましたね。上げた直後に下がってきてるんで、あのちょっと残念な気持ちはあるんですが。 あのまあ、引き続き僕はビットコインずっとガチンイーサレンもガチンなので、まあ、あまりこの動きに一致一気受注意することなく逆にちょっと今あの買えるんだったら買おうかなと思ってこの後買っていきたいと思います。はい。ってことで、えー、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。